ごきげんよう、劇団小林ライターの店です。現在金曜日の13時37分です。だいたい金曜日の動画は、18時に投稿してるんですけど、4時間前ですね。かなり急遽撮影してアップすることにしました。で、これ何かというとですね、まあもう出すか、やっぱちょっと待って、出す前にとりあえず記念だから、まあ一旦ね、すいません、お昼から、まあまあ皆さんも夕方でしょうかね、乾杯ということで。今日は知らない、今日お迎えだから、うん、新しい家族がね増えるんで、よければ最後までご覧ください。ドロ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 、じゃんと来ましたよ、ダヴィンチね。これオフ会に参加したり、オフ会の話を聞いた人は知ってると思うんですけど、今月僕は予算を早々に使い切ってしまって、もう10月ぐらいまでね、予算ゼロでやっていかないといけないっていう話だったんですけど、皆さん、あのマイナンバーって知ってます？これ別にね、全くね、総務省からの案件で全くないんですけど、マイナンバーのカードを作るとポイント、あのペイペイとか D 払いとかそういうので、ポイントをくれるっていうキャンペーンをずっとやってたんですよ。で、今回、保険証とマイナンバーを紐付けするっていう、まあ要はだから、これからマイナンバーを見せれば保険証代わりにもなるっていう時代が来るらしいんですよ、どうやら。で、それを、やってくれた方には7500ポイント、そのポイントを上げますと。今回上げますなんですよ。前のはお金をチャージすると 25% ぐらいちょっと振り込まれるようで、実質5000円とかだったのに、今回7500円くれるんですよ、実質ね。いつも使ってるポイントやったら。で、もう一つ、なんか公金受取口座みたいな、要はなんか給付金だとかなんかの時にすぐ振り込めるようにマイナンバーに紐付けしませんかってやつ、あれを紐付けするとさらに7500円、7500ポイント、だから要は最初の5000円と合わせれば最大2万円、まあ少なくともとりあえず生で、もう何もローせず1万5000円手に入ると。まあ僕はペイペイにしたんですよ。なぜかというと、ペイペイはあのアマゾンでの買い物に使えるんですね。この田舎の文房具クラスター組としては、やはりこうアマゾンというものは切っても切れない関係にいますから、アマゾンで買い物できるポイント1万5000円分手に入ったら、人は何を考えるか。そうだ、ロロマを買おう、こういうことですよ。もう一回ぐらいドドドドやっとくか。ドドドドドドドンと、以前英語サイズのブラウンをお迎えしたんですけれども、まあ、ちょっと今回はまあ別のサイズで、これもねまたえぐいんですけど、全くもって使用用とは決めてません。とりあえずね、まあ、僕にとってはよ、あのマイナンバーの紐付けってもうスマホでさ、数分でできて1日の審査だったから、もう1日よ、次の日には1万5000円入ってたのよ、スマホ触ったら。あぶく銭なんですよね、僕の中でね。だからやっぱこうインマイルームでなんか面白い動画を作るために還元したいなって思って、投資をしたいなと思って買ったんですよ。だからとりあえず開けるよ、開けよう、まずね。まああの英語サイズもね、かなり俺大好きなデザインだったから。何色かな、何色かな、ほらまだこれね、この白い布だからね、まだ皆さんには教えませんよ、まだまだまだじらしますよ。さあ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 、ねえ、もう、あ、見えてんな、もうちょっと見えてんな、あ、完全に見えましたけど、そんなにじらせなかったな。あら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 、ね、もうほんとこれ浦島太郎なら僕もう即じいさんですから、もうこれもう即浦島じいになってますからね。もうなっちゃうけどならないんです。なぜならばこれは玉手箱じゃなくてロロマクラシックだからですよ。保証書ね、捨てないでください。はーい、ね、まあ、これはもう慣れちゃったもんだから、もうちょっとこれ外しますよ。大丈夫かな、これ俺おじいさんになんねえかな。 Oh my goodness、 まずこれで一杯ですよ。どうですこれ、失礼します、ちょっとリフィルさん待ってください。今回は黒にさせていただきまーいける。ちょっとまあね、初のちょっと袖通しなよって。あ、硬いね君。脳内福山出るよ。君硬いね。
君、おう、おうって。いやー、黒もええの。なんかこう真面目な感じしない？可愛いとは思う。可愛い、私のような、ゴミクズおじさんでもこれが可愛いっていう感性は持ち合わせてるのよ。これいい、可愛いけど、黒はね、いや、わかんないよ。使い方によって可愛く、より可愛くなるかもしんないけど、かっこよさも兼ね備えてる気がするよね。あ、もう全然、私みたいな、もう本当に度がつくようなおじさんが持ってても大丈夫。おいおいおい、おじさんが生きがってよ、ほんと可愛いもん持ってんじゃねえよとは言われないよ。でもこういうとこで可愛い、可愛い、可愛いすぎるんだが、もちろん、わたやめポイントはここら辺でしょうね。ここの、ひもひものとことか。可愛すぎるんだがってなるんでしょうけど、全然かっこよくも使えるだろうな。で、ドーン。ねえ、いいね、これいいね。いいね。ちょっとすいません、失礼します。匂いますね。はい、この匂いですよ。ね、勢い余ってマイクを縛れちゃいましたけどね。いや、この匂いだわ。ちょっと待って、ちょっと待って、もうどうしたんですか、もう。よくありませんよ、こんな。どうしてこんな可愛くなっちゃって、かっこよくなっちゃって。ね、Open the file。あ、結構硬。あ、でも硬いけど、なんか開けた時に私処しますわ、みたいな感じはしませんね。30ミリの方はもう開けた瞬間、もう私ショスワだったんですよ。私ショスワ、いつまでもショスワって感じだったんですけど、これ閉める時もこれ、こんだけ開け口が柔らかいなら、あ、ちゃんとショしますね。あれだ、隠しショスワなんだ、この人は。開ける時からガゴーンとはいかなくて、閉める時だけショスみたいな。ほんと、蝶のように舞い、蜂のようにショスだ。そうか。私、全然処さない感じじゃん。もうこれ全然なんか、これなんか、学校でも一番おとなしいタイプちゃうってなるのに、ヤンキーみたいなもうスパーンっていくみたいな。処す処しますね。文句なく処します。今まで私はね、バイブルサイズっつったらもうこのプロッター、二人衆だったんで、ちなみに比べますよ。プロッターの。全然処しませんよ。もうね、まずもう処さないですよって言ってるじゃん。処さないっつーけどさ、ロロマさん処してたよ、君は。もう全然処さないですよ。ねえ。もう、処さないオブ処さない。それがプロッターなんですよ。こいつは全然ね。硬いよ。硬いは硬いけど、プロテルは。でも全然、しっとりとした音でね。ああ、なんだ、おとなしい感じの子じゃん。と思ったら、処す。蝶のように開き、蜂のように処す。まあでもしゃあないでしょ。こんだけでかいリングね、携えてるから。バイブルだから、ちょっと難しいよね。迷ったんですよ、一応は。僕なりには迷ったんですよ。だってバイブルを使う以上、持ち歩きたいんで、これをどうにか。まあギリ持ち歩けるでしょ。カバンによってはね。だから、仕事カバンだったら全然入るから、リュックサックなら。だからやっぱ持ち運びゅーってなんだよ、それ。持ち運ぶんであれば、ある程度コンパクティにしたいなということで、ここ15ミリも考えたんだけど、15ミリなんだったらさ、こいつが11ミリなわけだから、これ今2冊使いでカバンにぶち込んでるわけですよ。ね？だから22ミリ以上ないと何もイノベーションが生まれんだろうということで、24にしました。まあやっぱでかいな。でかいよね。これこの2人がリングに上がったら、多分怒号が飛び交うんで、おいな、どうなってんだ！こんなの、こんな体格差じゃ大人と子供じゃないか！もうパンターンってなりますよね。シュッ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 とか言っても猫パンチポンパーンっていくような超ヘビー級のね、どぎついやつですけど、まあでもね、これをね、持ち運びでなんか提案できたら、なんかロロマ迷ってる人も、ああロロマちょっと分厚くておじげついてたけど、なんかいけるやん、これなら買ってみようっていうのもあるし、僕がうまいことこれで苦しめられてたら、ああなるほどね、ああしたらあかんのや、じゃあ私こう使おうって言って買うかもしれないから、僕はね、僕がこれを買ったことによってみんなが幸せになると信じてるんですよ。ねえ、すいませんね、もう外見だけでこんなに喋る？もうこんなに喋るよっつってね。はい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 。まあ一応ね、これね、まあ多分使わないんですけど、まあ入れてこうやないの。入れてこうじゃないの。どうしたの？ね、この外フィルターですよ。外フィルターですよ、ほら、外フィルターね。ショス。
ねえ、処してくるね。もう私少数はいつまでも、なんだこれは。おお、今度はクリアファイルがついてるぞ。英語の方なかったな、こんなの。あれですね、あのチャックがないバージョンのジッパー。ちょっと時間経ってるよな、明らかに。これあのアマゾンでこれも1万2000円ぐらいだったんですよ。よっしゃーって言ってずっと狙ってたんですよね。だからペイペイポイント1万5000円入った瞬間に買いましたけど、まあこれもなんか入れときゃなんか便利だろう。にしてもこれ分厚いな、やばいよこれ。何、ジャイアントシロタみたいだもんね。もうね、何でも食べますよみたいな。あ、このカードケース地味に便利なんだよな。ちょっとこれも入れとこう。とりあえず入れた、とりあえず入れ、取り入れで。あー出たよ。え、結構いろいろ盛りだくさんじゃん今日の。こうそのページ開けるやつだ、インデックスなんとかみたいなやつ。はいはい、なるほど。まあこの月間のね、まあいつでも買えるように多分無地にしてくれてんだな。無地というか何も書いてないやつで、ウィークリームちょこっとあって、罫線があって、前と一緒だね。チェックリストがあって、電話帳があってと。うん、こんなんもね、ご挨拶代わりに入れてかねばいかんでしょうね。あら、ちょっと待ってくださいね。もうどうしたんですか。ちょっともう人見知り発動させるな、リングに。ようおめえら仲良くしろこの野郎。よいよい、えい、シャス。はいはいはい、ガバ中、ガバガバのガバじゃないですか。まだまだ入りますよ。まあこのまんまだとね、さすがにね、マジの開封だけになっちゃうから、ちょっとだから試しに今このプロッター2冊使いなんですよ。これちょっと入れてみるわ、ここに。まずこのメモというか、書く手帳、まあ僕は書く手帳と呼んでるやつですね。個人情報は今はない。 OK、 まあ1万円札ぐらいや。へえ、見せて1万円札が常に手帳に入るぐらいの財力は持ってんねや。持ってるわ。むしろ財布に1万円札がないわ今。悲しいね。ショス、あら、まだ全然入ると思うよこれ。もう余裕ブックキングですよこれ。余裕ブックキングですよ。じゃあ今度こっち、スケジュール帳のプロッターね、マンスリーとウィークリーがゴリッと入ってます。これもう今パンですからね、こいつ、こいつ自身はパンですから。このパンもこっちのリングには厳しいですけど、こっちには入るんじゃないかと思うわけですね。よし、あー、これ消されそう。あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。あららららら、あら、こんな豊満な、うわー、ふっくらさんだ。プロッター2つぶち込んで、さらにこうロロマさんからいただいたこのリフィルたちよ、これ全部っこでこうなのよ。プロッター2つが入っちゃうわけよ、もうここにね。そのレベルのキャパシティなわけよね。え、化け物なんだが、もうこれ化け物なんだがだな。ちょっとこれ一旦、じゃあこれちょっと片ポンするかね。ちょっとごめんなさいね、ちょっといきなり来てみて。ちょっとこのケースとかはちょっとまあ使うかもしれんから、まあ一旦これ片ポンで。ちなみにこれね、このマンスリーとかこの何も書いてないやつ、意外と使い道ないように見えて、最近ね、あの手帳会議の時とかに試しに数日ぐらい使ってみるとかにめっちゃ便利なんで、どうぞその時に取っときましょう。あ、ちょうどやろこれ、紙ちょうどやろ。だって正直さ、これさ、このウィークリーのところむしろ我慢してたんだよこれ。11月までしか入れてないの、あと4ヶ月分ぐらいあるんだよな。これ入れてみようかな。シャス、うん、やべえな。あららら、ら、これどうですか。ああ、もうこれ、ああプロッターとはまた違う男らしさを感じないね。こうやって持ち上げ、ああそうだ、これペンホルダーもあるじゃない。何、ペンホルダーまでございますですと。はいはい、ちょっとあれか、英語よりは補正か。まあまあ、私サラサ入りゃ何も文句はないっすよ。
サラサ入らなかったらさすがに僕はね相手取りますよ。おい全入るじゃないですか。うわー入るねー入るねー、これ入っちゃってるねー。これ一冊にしちゃったよ。これ一冊にしたとしてよ、例えばいやプロッター使いたいんだけど一冊にできる以上可能性考えんとなっていうことで、ここだよな。僕はこの無印のリュックのここにバイブルを入れてるんですよ、2冊。これ一気にでいけるんかな。結構5ワットだからね。これロロマバイブルの24ミリ入れるためのケース？これ。マジ？綺麗に入ったよ。これぴったりハマるのめちゃくちゃゾクゾクする系人間は、わー。わー、オーガー、オーガーつって言うぐらい綺麗に入る。うわ、すげえ。うん。だからこれ一冊でいいぐらいなんだよな。だからもう、持ち歩きは。だってこれでもう、だって何にもかも入ってんだもん。何にもかも入って。これ一つで完璧。マジ悩まですよね、ほんとね。まあ、一つ、なぜ今、ね、これ全部入って、いつも入れてるところにぴったりであるにもかかわらず、これプロッター2冊使いと、まだ迷うところがあるのかって話なんですよ。まあ、やっぱ英語の時も思いましたけど、重い。重いんだよなロロマって。分厚いし、ここが。やっぱプロッターはね、そういう意味ではね、そういう意味ではめちゃめちゃ軽いんですよ。これはね、重いんだな重いし、量もぶち込めちゃうから、多分これが今、ほんとね、ちょうどぐらいだと思うよ。これにだってこのメモパッドつけてごらんよ。はいはい、ちょうどだね。うわこれやばやばやば音やば瓶ですよ。これはすごいよ。林家やばおやばみですよ。ほんと目音漫才始めちゃうよ。やば音やばみが漫才協会入れるよ。俺見に行くもん、浅草演芸場まで。いやロロマちょっとね、ロロマの英語は家での母艦にしてるのよね。うん、で結構稽古場とかに持っていくんですよ。大量の資料とかがあったりするんで、そういう時用に使ってるんです。こっちは持ち歩いた上で、やっぱサブカバンとかこれだよな。出す時に薄くて軽いってのはめっちゃいいと思うんだよ。でこっちに全部入っていくからみたいな感じで、リュックサックの方のメインの方にポコンって入ってて、あそれはねちょっと雑にね。で待ってそれはでっかい資料だわっつってガッて取り出して、こんな感じでこれだねみたいな感じで使うんだろうね。使っちゃうんだろうな。いやーすげえや。ま一応僕の予想通りではありました。だからロロマ1個買うよりはプロッター2個の方が安くて、物によっては安くて分けれるだけ便利なんじゃねっていう説は割とそうだと思います。軽さとかいろんなこと考えても2個入れたら結構パンなんで、22ミリ分入れたら割と24ミリ、これ以上入れたらなんかシステム手帳の良さなくなりそうな気もする。なんならもっとこれ俺ダイエットさせたいぐらいだもん。だから24って6ミリしか変わんないんだよ、英語のでっかいやつと。だけど割とスリムなんじゃないかな。持ち歩くにはロロマの中ではね、まあ M6 はまだ買っとらんけど、まだって言っちゃったやん。M6 はそもそも僕は M6 ってほとんどね、自分の改造システム手帳以外で使ったことないから分かんないけど、バイブル、まあでもどうかな。この資料の量で持ち運びたいなら、ありかな。だけど僕はやっぱり基本使いはこの今バラバラでごめんなさいね、プロッター2つでね仕分けされてるから、こっちだけがいい時、こっちだけがいい時で、出す時のコンパクトさっていうので、使い分けをメインに使っていって、こいつはだから母艦のような、母艦だよね。母艦な感じで使っていく方がいいかな。まあでも確かにこの
ね、自分のタスクがここに全て詰まってるのよみたいなのってさ、いいよね。ほんと毎日毎日開いてさ、ああ私こんだけのことやったんだわ、私こんなことやってるんだわみたいな。これは確かにいいな。この分厚いシステム手帳も良い、プロッターのスリムなね、こう気取らない感じも良い、みんな良くて何が悪いだね。うん、まあ今日はこのマイナポイントで買った、ロロマクラシックブラックをのバイブルサイズをね開封して、それなりに分厚さとかそういうのを検証してみました。ぜひチャンネル登録して次の動画もお待ちいただけると嬉しいです。ハッシュタグイマルミンでツイッターとかインスタグラムで、リスナー、まあイマルミンと呼んでるんですけど、イマルミンの方が交流しております。そちらの方もめっちゃ楽しいですから、ぜひご活用いただいて、文房具が好きな方々の交流に役立てていただけると嬉しいです。とにかく私たちを応援してください。それではまたお会いしましょうね。返信もそこそこに出すからね。また会おう。